フラガは、スペインアラゴン州、ウエスカ県のムニシピオ。一部のカタルーニャ民族主義者は、フラガを、ラ・フランハ地方の中心とみなしている。ラ・フランハ地方は、アラゴン州の東端の狭く、南北に細長い地域の名称であり、カタルーニャ語話者が9割を占めている。考えされていて、相対的に湿度の高い進化谷にある。高地の一部には、ステップ植生が見られる。 フラガは大陸性の特徴を持つ地中海性気候である。年平均気温は摂氏14.7度、年平均降水量は387ミ、mm、リメートルであり、降水は特に春と秋に多い。自治体域は12世紀以降に作られたフラガ地区とフラガラビエハ地区とに分かれており、両地区の間に流れる川には橋がかかっている。その他の郊外地区として、 ミラルソト地区とリテラ地区があり、さらに工業団地がある。アラゴン州の州とサラゴサとカタルーニャ州の州とバルセロナをつなぐ、主要度 A-2 号線が、フラガを通っている。トゥルトーザ、ディナロス方面を行けば、バレンシアへ、ウエスカ方面の道路を利用すれば、ピレネー山脈を経由して、フランス、ナバーラ州、バスク州へ行くことが可能である。道路網の充実とは、 対照的に鉄道が通じていないものの、約2 5トル離れたリエイダには、マドリードサラゴサバルセロナ区間を走る高速鉄道アベニューの駅がある。イベリア人が定住したのは、紀元前4世紀頃である。ポエニ戦争では、カルタゴと同盟して、ローマと戦ったが、紀元前205年に、ローマに占領されて、ローマ都市化された。ローマ時代には、 リエイダと共にヒスパニアタラコネシスに属するカエサラグスタ行政区にあった。現在の自治体内にローマ遺跡はないが数キロ離れた場所には2世紀のビラートがある。この頃には地域の中心であったとされ小さな集落にはアラゴン有数の美しさとされるローマ時代のモザイクが残る。イルカに乗る子供が描かれたこのモザイクは現在サラゴサ博物館にある。 このモザイクのある建物は、西五王国時代までバシリカとして使用されていた。アラブ人による、支配時代には灌溉設備が整備され、谷と周辺は緑化された。その富は有名であった。同時代のアラブ人文筆家、キータブある、ロードあるミターは、オリーブの木が並ぶ川のほとりのフラガは、城壁でよく守られた町であると記した。1010 10年に、 コルドバの大使国が滅亡すると、以後はサラゴサの大ファ支配下に入った。11世紀になると、カトリック勢力のアラゴン王、サンチョラミレスやペドロ一世がフラガ近郊へ迫った。1089年にモンソンがレコンキスタで陥落した。当時のフラガはイスラーム勢力にとって大カトリック勢力の抵抗拠点であった。百四十九年十月二十四日、 フラガはキリスト教国軍に降伏した。バルセロナ・ハクラモンバランゲイ4世はイスラーム教徒のフラガ残留と彼らがイスラーム法で町を治めることを許可した。中世、フラガがアラゴン王国とカタルーニャ王国のどちらに属していたかは明らかでない。フラガはリエイダ司教区に属してきたがアラゴン、カタルーニャ双方の百科事典ではどちらもフラガが 自分の地域に入ると主張している。1707年にフェリペ5世が交付した新国家基本法にはフラガはアラゴン王国に属すると明記されている。レコンキスタ後のフラガはイスラーム教徒、ユダヤ教徒、キリスト教徒が暮らす文化と信仰のモザイクの地となった。テンプル騎士団がフラガ城を所有し広大な荘園を持っていた。1384年。 1460年の2度、コルテスが開催されている。1391年には市場を開く特権が授けられた。1610年、モリスコ追放で、フラガ経済は大打撃を受けた。800年はあまり住民の主流であったイスラーム教徒が国外追放されたのである。この追放と並行してカトリックの修道会が次々とフラガへやってきた。 収穫人戦争中、フェリペ4世は、フラガに一時滞在した。この遠征では、ディエゴ・ベラスケスが同行し、フラガでの王の肖像画を描いている。1709年には、フェリペ5世によって都市に昇格した。スペイン継承戦争、スペイン独立戦争、スペイン内戦で、フラガは搾取され続けた。特に、スペイン内戦では、 共産主義とアナーキスムを掲げる CNT とファイの人民委員会がフラガを支配し委員会は通貨を廃止してすべての私有財産と土地を募集した。ありがとうございます。